特別収容プロトコルは存在しません。しかしながら早急な対処が必要になります。SCP-001 は、非常にキリがいいため大事にとっておいた結果、完全に登録するタイミングを逃してしまったアイテム番号です。しかし、空席なのは見栄えが悪いため偽装報告書を緊急的に入れています。それでは、001のナンバーに割り当てるオブジェクトの件だが、私はやはり財団の成立に関わるオブジェクト、そういったものを登録するのが適当だと考える。賛成です。ある意味では備忘録的なものとしても機能するでしょう。妥当な判断であると考えます。反対だ。001に置くべきは最も影響力のあるオブジェクト。つまり終末論的 K クラスシナリオを引き起こすオブジェクトではないか？そうだな。もし、財団が機能不全を起こしたとして、そういった喫緊の対処を要するものこそ最初のナンバーで語り継ぐ必要がある。もしそうであるならば、世界を再建するのに必要なオブジェクトこそ001に置くべきではないでしょうか？終末論的オブジェクトの対処こそが最優先ならばそれは再建であるべきです。もしそうだとして、何を置くというのだ？ SCP-2000 か？あいにく、我々は世界が危機に陥った時に全幅の信頼を受けるほどのオブジェクトを所有していない。もし、その001が機能しなかった時、そのようなものを置くべきではないだろう。それでは、多数のオブジェクトの根源に関わるものはどうでしょう？それでは、要注意団体を001と認定することになりかねない。それに、様々な法則を無視するオブジェクト自体は異常だが、それを生み出す現象自体は異常であるとは言い切れない。慎重にならねばならない。それでは、最初に見つけられたオブジェクトを001とするのはどうでしょうか？まさかあの壊れないだけのランプを001に置くというのか？何十年も空白のままにしてきた001にそんなものを？それこそ馬鹿げてる。まあまあ皆さん落ち着きましょう。話が進みません。とりあえず、方向性だけでも決めることが大事です。どのようなオブジェクトを001にするのか、それだけでも今のうちに審議しておきませんか？そうですね。とりあえず、先に上がった4案。ランプだけは除いて表を投じましょう。それでいいですね。それでは一つずつ上げていくので挙手をお願いします。クソが。荒れてもしょうがないだろう。まだ話が煮詰まっていない証拠だ。時間をかけねばならない。この件にどれだけ時間をかけたと思っている？悠長にしている時間などあるものか。落ち着きましょう。それより、私に妙案があります。O513 のことです。そういえば、このように脳が割れた時のために創設した役職ですが、未だ誰も着任していませんね。そろそろ40年ですか。ええ、そうです。それを決めてしまいましょう。そうすれば脳が割れることもなくなります。いかがですか？そうだな、ここで言い合うよりは建設的だろう。私からは財団に勤めて長いあの博士を襲う。彼もいいですが、やはり特に才のある人物を置くべきですね。そういった点では反対です。ここは長期的な目で考えるのが最善です。それを加味して私は、ブライトを押しましょう。誰よりも長期的に考えることができるはずです。財団を奴のおもちゃ箱にするつもりか？馬鹿げてる。それでは、かなり不規則的な登用になりますが、会員はいかがですか？オブジェクト O5 に？ありえない。すでに彼にいくつもの報告書を覚えさせている時点で反則的ではあったのです。問題ありません。それに、ある意味では最も中立とさえ言えるでしょう。バカバカしい。今から君の断罪にでも議題を変えるか？それを言うならばあなたこそあの SCP の影響で。話になりません。皆さん落ち着いて発言を。やいの。あ、もうこれじゃ議論にならない。財団日本支部理事ヌエは頭を抱えていた。先の O5 の間で行われた、もったいぶって欠番になっていた SCP-001 を決めるという会議。結局会議は紛糾し、SCP-001 は決定されなかった。だが O5 たちの惨状は人事ではない。この日本支部においての001、SCP-001-JP も未だ欠番になっているのだ。今日の午後行われる会議で SCP-001-JP についての決議を取らなければならないが、何しろ切り番、これだと言える適切なものが決まらないのだ。やはりあの環境のような異常性の根幹に関わるものがいいだろうか。
それともあのランプのように財団の切り札になるようなものがいいだろうか。悩み疲れたヌエはひとまず気分転換にお手洗いへと向かった。落ち着いて物事を考えるのはやはり個室に限る。出ない答えとは裏腹に出る糞便にため息も漏らしながら、トイレットペーパーを一目くり取ったとき。ヌエに電撃が走った。やあ諸君、私はまごうことなき提言を見つけたぞ。奇遇ですね。私もぴったりの提言を見つけましたよ。私も完璧な提言を見つけたよ。素晴らしいことです。どうでしょう、皆さんで一斉に提出してみては。うむ。では。ペンを掲げるで提言か。これほどまでに提言らしい提言、今まで見たことないぞ。いや皆さん、ちょっと待ってください。うるせえ。私も提言をと思ってね。提を言うということで提言、真面目に考えてください。ここはふざける場ではありませんよ。もっと本質を見た議論をお願いします。まあ師匠はさておきこれが提言で異論はないな。失礼、最近夏花粉が出てきて。あ、私の提言か。大丈夫です。まだ私と法輪の提言が残っています。でもあなたのはダメでしょう。なぜダメなんです?納得のいく説明が欲しいですね。だってこれをめくると。はぁ、冷静になってください。こんな意味もない薄っぺらいのが提言になるわけないでしょう。そうですよ。こんなの切り捨ててしまいま。待ってください。切り込みが入ったこの提言を。つまりこれは財団の切り札。いやいやいや、財団の切り札って、そもそも財団要素ないじゃないですか。む、確かに。そうです。001提言なら財団と深い関わりがないと。おや、ヌエの提言。下の方に何かありませんか?アイテム番号、SCP-001JP 改め SCP-001JPJ。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。SCP-001JPJ は他001提言と同様にミーム殺害エージェントによる保護が施されており、無許可の職員がファイルへのアクセスを試みた場合、即座に心停止が引き起こされるよう設定されています。とあるコード化の要請を除き、SCP-001JPJ というネタを一般人に公開する行為は処刑事由となります。このファイルにアクセスしている無許可の職員はベリーマン・ラングフォード、ミーム殺害エージェントにより即座に処分されます。適切なミーム摂取なしに閲覧を行えば、即座に致死性の腹膜痙攣が発生します。現在 SCP-001JPJ はアーカイブ化された写真データのみが保管されています。同様のネタで新規に申請した者には取り下げるよう警告し、さらに記憶処理を行った上で罰則として出がらしで味のなくなった日本茶を飲ませてください。説明。SCP-001JPJ は原と書かれたティッシュペーパーです。画像のような状態にすることで001提言として機能しましたが今はしません。現在は多すぎる2番線時の申請を却下するのも億劫なため、全職員の記憶処理を行った上、二度と閲覧できないよう001提言と同じプロトコルによって閲覧制限がかかっています。ペン、ペンだな。あ、ペンを掲げているからか。
実にくだらん。マスは理解力が足りないですね。こんな紙切れが提言になるように、ちょっとした発想が普通をオブジェクトたらしめる要因となるのですよ。つまり、オブジェクトの起源にまつわる、提言としての資格を持っているということです。作ったやつ絶対そこまで考えてないと思う。まあまあ、たまにはこういうのがあっていいじゃないか。これほどまでに提言を体現した提言、今まで見たことないぞ。少なくとも他の偽造提言と同様、カモフラージュにはなりますしね。急増した提言についての緊急の理事会が開かれました。なお日本支部理事稲妻は夕食の買い出し中のために帰国しています。どういうことだ、説明を求める。はい、例の提言が承認されてからというもの、あらゆる掲げられた言の画像が SCP-001JP 提言として送られてくるようになりまして、001提言は機密情報なのだが、なぜ承認が通ったことが一般職員にまで？そこはなんとも。こちらがその一例となります。これは？大手スーパーマーケット、現のレジ袋です。現在承認待機中の1538件のうち、1539件のうち、約800件が現と書かれた紙切れ、約500件がこちらの手提げ袋になります。まさか現在進行形で増えているのか？なんで？財団職員として提言を残したい。ふふ、提言か。そのくらい俺にも書ける。という理由が大半ですが。そんな理由でゴミを送りつけるんじゃない。提言というのはオブジェクトの起源にまつわる。待ってください。現在進行形で増えつつある SCP-001JPJ を生み出したのは SCP-001JPJ と言えるのではないでしょうか？つまり SCP-001JPJ は提言を生む提言だと。まさしく提言ですな。今、提言であると認めましたね。え？いや、実はこれ私が申請したものでして。ああ、現地は取ってありますからね。通るか。こんなもん。でも前例がある以上、棄却するのも難しいのでは？私は、たまには、と言ったんだ。1500件超の2番煎じを認められるか。またレジ袋だ。却下だ。それから今すぐそのレジ袋の使用を中止させろ。取り急ぎ日本政府にレジ袋有料化の法案を通すよう圧力をかけました。段階なんか踏まなくていいから今すぐに止めろ。店名を変えさせるとか無地の袋にさせるとかあるだろ。そんなことが可能なのですか？なぜできないと？前にもやったことあるんだぞ。お前らは黙っていろ。ところでその他の申請は何があります？第3位は提言ストラップの140件です。手軽に下げられる弦です。今紙機、購買部で売り上げトップの流行りですよ。機密情報なのに？情報セキュリティ倫理を破壊する性質もある。と、通知するな。O5 からお電話です。日本支部で爆発的に増えている001提言の申請について聞きたいとのことです。ジャストモーメン、I'll kill them all。すみません、遅れました。ところで買い出し中に見つけたんですが、これって提言になりませんか？うんうん、それもまた提言だね。黙れ。追記、この記録の後、SCP-001JP は SCP-0001JPJ に再ナンバリングされました。現在は SCP-0001JPJ の画像情報だけアーカイブ化し、その他の申請された件は全て取り下げられ、今後一切同様の提案を受け付けないことに決定しました。